どうもこんにちは、世界的 VIP 玄英です。まあ SNS とか皆さんね結構利用されてると思うんですけども、今回はね Twitter のお話なんでございますけども、 Twitter のですねバージョンがね変わりまして、 UI がまた変わりましたよね。今画面に出てるこういう感じなんでございますけども、正直新しい UI そして以前の旧型の UI どっちが使いやすいかっていうのは人によって分かれると思うんですけども、やっぱり旧型の方が良かったなっていう方もねいらっしゃるんじゃないかなと思います。ワードプレスも僕新しいのに変わった時、なんだこれって旧型のやつにプラグイン入れて変えましたからね。そんな感じで今まで使い慣れたものをやっぱまだ使いたいっていう方もいらっしゃるわけで、でそういった方にね朗報なんですけども、実はですねツイッターのデザインをですね旧式のものに戻すことが可能なね拡張機能が登場しました。その名もグッドツイッターっていうんですけども、まあこれねあの Chrome の拡張機能なんで、まあ他のブラウザーではねできないと思うんですけども、 Chrome のですね Web ストアより入手することができます。はい、これなんですけども、グッドツイッターこの拡張機能をねちょっと入れてきます。はい、入れましょう。はい、これでですねあの Chrome の拡張機能グッドツイッターが追加されました。では早速見に行きましょう。こういう感じですね。はい、以前のですねツイッターの画面になりました。こういった感じで、まあ昔の方が良かったなっていう方はこのプラグイン入れてもらって、まあ昔のね、旧型の UI でツイッターをね楽しむことができます。まあ新しい方がいいよっていう方は別にそのままでいいと思いますけども、まあまあこれは好みですね。僕は旧型に戻そうかなと思います。これですね今の画面。ちょっとやっぱりね新型いやまあ悪くはないんですけど、なんかちょっとね、しっくりこないというか使い方がどうのこうのみたいなありまして、ちょっとこっちの方が僕は使い慣れてるので、ちょっとしばらくはこっちで、もしまた変えたくなったら新型に戻したいなという感じに思います。はい、そんなこんなで今回はですねツイッターの UI が変わったので旧型に戻す方法をねシェアさせていただきました。お疲れ様でした。